自分はマルチにやっていきたいと思ってますが、それぞれの仕事の土壇場って時に不安感や焦りが出てしまうことがあります。自己評価が低い部分があることが原因かなと思いますが、ここぞという時に臆さないために日常的な意識変換は何かありますか？意識なんか変えたって何も変わんないから、別に土壇場になった時にポジティブになれる意識的な変換なんて何の意味もないから、正直仕事の土壇場になった時に重要なのは実力だけです。はい、どれぐらいの実力があるのかっていうことだけだと思います。なんで普段から、日常的にやるのは意識変換じゃなくて、日常的に技術だったりとかそういう知識だったりとかを着実に増やしていくことっていうことしかないと思います。はい、不安感や焦りとかっていうのはできないかもしれないと思ってできなきゃいけないことをやるときに揺れるんで、メンタルなんてのは。だからそれを現場で感じてるってことは、あ、俺ちょっともう無理かもって思ってるわけじゃん。それはもう確実に準備不足、ただの。だから不安感じてるうちはもう準備不足、シンプルに。俺らもそう、番組とか出るときに大して勉強できてなかったり、忙しくて本当にその番組で扱うことの予習があんまりできなくて番組出ちゃったときとか、やっぱり全然こう自信ないし、だからトークもうまくいかないし、振られた時もいいエピソード出てこないとか、解決策もあんまりうまく言えないとかっていうこと出てきちゃったりすることあるから、完全にそれもう準備不足、実力不足だと思うんで、そこを変えるべきじゃないかなと思います。厳しいかもしれませんが、そういうことです。